演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートで牛カルビ焼き肉トーストを食べたいと思います。なんか豪華な食べ物ですね。どんな感じなんだろう。ピザっぽいね。こういう食品が、こういうカルビ系のピザとかありますからね。どういう風なのかな。ではいただきます。贅沢なトーストかもしれない。お肉は少し控えめなんですけど、タレがうまくパンに染み込んでいて、旨味が引き出されていて、とても美味しかった。噛み締めも噛み締めもお肉の食感、そして焼肉のタレの旨味が口の中にふわっと広がってきましたね。で、とパンが出るのに、チーズかマヨネーズか、そういうソースが入っていて、それはまた味の変化を出していくというのが、もうちょっと大きいサイズで食べたいなと思うので、美味しいトーストでしたので、こちらのトーストを設定。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。